いつもやってる配信番組のちょっと特別バージョンということで、あ、そうですか、はい、犬部のどうこの犬部の取材という形で、はいはい、お話をお伺いさせていただきます。よろしくお願いします。はい、篠原監督というとですね、はい、まあいろいろ今まで撮ってらっしゃるんですけど、僕的に好きなのは花戦とかですね。あ、意外と僕歴史ものが好きだったりとかするので、結構好きな方なんですけど、基本的にはあれですよね、その自主制作の枠からこうずっと行ってらっしゃったっていう感じになるんですかね。自主制作は、はい、の前にね、はい、基本僕は助監督やってたんですよ。助監督をやって初めて、はいはい、自主制作、もっと遡って言うと、はいはい、映画を目指そうと思った時に、はい、どっから入ったらいいかっていうのが、はい、ちょっとよく分かんなかったんですね。はいはい、早熟な人はもう8ミリを始めていたわけだけど、うん、僕は高校時代も大学時代もそういうのをやってなくて、だけど映画の世界に何か行きたいと思った時にシナリオの学校行くことから始めたんです。僕と一緒じゃないですか。あ、そうなんですか。僕も40過ぎて、うん、シナリオセンター大阪校に行ったんですよ。あ、そうなんだ。はい、あ、僕はね、その年齢で言うとね、ちょっと、はい、そのまあ、大学生の頃の話なんで、あ、はいはい、全然全然、まあ、それで映画にはやっぱり助監督とかね、うん、はい、そういうプロのこう人たちの間に入ってやっぱ修行するのがいいだろうなと思って、うん、助監督をなんとかなることができたんですよね。はいはいはい、で見習いで初めてやった後に初めてちょっとだけ8ミリを撮ってみて、はい、まあ、当然失敗するんだけど、うん、あ、なるほど、こういうふうにやるのかと思って、はい、それからちゃんと助監督の仕事を何年か続けて、はい、それで、まあ、いろんな人とやっぱり出会うわけですよ、はい、俳優にしても、はい、スタッフにしても、はい、それでまともにちゃんと世間に見せられるようなやつを作ることができて、はい、それが PFF にたまたま入選ができたんですよね。ピアですね。それから、もう一本次に8ミリから16ミリをやってみようと思って、16ミリの映画草の上の仕事っていうのはね、93年ぐらいに、まあ、それを発表したんですけども、はいはいはい、そこら辺から、まあ、なんかたまたま42分ぐらいの40分の短編ですけど、もう一本と合わせて劇場に公開になったんで、はい、監督というふうに名乗っていいかというふうにだんだんなっていってですね、はいはい、それからなんですよね、はい、だから、はい、それから、まあ、僕は映画の道に入ったっていうふうな感じがあるのかな。まあ、でもそもそもその映画の道には入りたいと思って、うん、その、まあ、シナリオも勉強し、そうです、ね、っていう感じなんですよね。そうなんですよ、ね、はいはいはい、あ、だから 本を書くところから始めてらっしゃるんですよね。とはいえ、はい、まあ、それは勉強のためにやったけど、はいはい、自分の作品を、はい、脚本書いたのは、はい、まあ、その初期の方は書いてたりしますけど、はい、あるところからはやっぱりそういう仕事というよりは脚本家の人がいて、うん、監督として受ける仕事の方が多くなっていったですね。そういうスタイルに変わっていったっていうか、今回の犬部もどっちかっていうと、今回の犬部は僕の発想にはない話なんです、はい、あくまで犬部という 原案になったんですけども、はいはい、実際に北里大学獣医学部で犬部という部活動を始めた学生さんたちがいて、はいはい、その人たちのことをノンフィクション小説がで書かれてたんですね、はいはい、でそれをもとに映画にしたいと思ったプロデューサーがいて、はい、その方からの発注で受けたんです。ですよね、ですよね、はい、まあ、動物映画っていうのはね、はい、初めてに近かった、まあ、自分が今まで助監督や監督を通して、はい、犬動物と関わった作品って少ないんですよ、はい、ちょっと前にプリンシパルっていう作品がちょっとあって、それは、はい、高校生の恋愛がベースになってる話なんですけど、はい、まあ、主人公の家が犬を飼ってて、ちょっと大型犬だったんですけどね、その、犬が、まあ、北海道でずっと撮ってたんですけど、その時はやっぱりそのドッグトレーナーの方がいて、はい、動物プロダクションとは違う立場の方なんですよね。ドッグトレーナーの方が一応その犬を、はい、やっぱりこっちの演出の意図に合わせてなるべくこう動かして、まあ、すごく一生懸命やってくれましたけど、そういう立場の方がついて、はい、やってくれたんですけど、やっぱり犬って大変だなってその時の印象は、ね、思ったんですね、はい、で今
回は、はい、そこの不安と、はい、まあ、犬猫のものの映画っていうのは、はい、かつて自分が見る限り、はい、やはりこう犬猫における感動というものを、はい、ある程度こうちょっとまあ作為的にこう作ってる作品が多いなっていうのが、はいはい、なんか自分の印象ではあったので、はい、そういうふうに見られるのも嫌だなっていうのもちょっとあったんで、うん、はい、ちょっとこれ一体どういうふうに自分の中で捉えていこうかっていうふうにこの作品に関しては思ってる時期があったんですよ、はい、ただ先ほど言ったようにその原案の犬部を創設した学生さんたちの話を読んだり、まあ、実際にその彼らは保護活動をまあ学生時代から始めたわけですけども、そして獣医になってもずっと続けていて、まだ尻尾の会って名前が変わっている、それはね、犬部が尻尾の会に名前が変わったっていうだけで、で、あの実際の犬部の創設したこの話のモデルになっている林遣都君の演じたモデルは、はいはい、あの太田海作さんという、はいはい、こう獣医さんなんですけど、はい、太田さんは、大学を卒業した後も本当に獣医になって、うん、花動物病院という自分の病院を作ってですね、はい、で、あのやってると。で、実際この映画であの困った人が避妊去勢手術をしてほしいって言った時には、はい、まあ、本当に無償で駆けつけて、まあ、やるという方なんで、いやだからまあ動物はともかくあの生かしちゃいけないと、うん、殺しちゃいかんと、はい、あのその動物のためにいかにこう尽くすかっていうのは、動物のためにあやってる獣医っていうのはいるんじゃないかっていうふうに思ってるわけだから、うんうんうん、あの動物のあれですよね、もう林遣都君のセリフそのままですよね、動物のためならば何でもするんだっていう方なんですね、はいはい、まあそういうことで、このまあその実際に書かれた原案の犬部は、うん、最初の創始者の太田海作さんがいて、はい、ちょっと後の代の人が出てきたりとか、そうやって順を追って何人かの方なんだけど、まあ、一つの犬部で部活動にするには同学年の友人がいてとかね、はい、そういうふうにこうモデルにはあのもちろん過去の方々が何らかの関与をしてるんだけど、登場人物花井聡太は太田海作さんそのものであり、うん、後の人たちはフィクションですね、うん、はい、というふうに作りました、これは。なるほど。結構ね、僕、まあ、僕自身作るんであれなんですけど、監督自身が脚本にどれぐらい関わったのかなっていうのが、これはね、その原案を、まあ、原というかその叩き台っていうか台本 の、はい、あの第一歩っていうのは、はい、あの山田金さんっていう方が書いてるんだけど、はいはい、山田さんご自身はその太田海作さんの、ドキュメンタリーも撮ってるし、そうですよね、はい、他の犬猫もののドキュメンタリー、保護活動をしている、はいはいはい、方のドキュメンタリーも撮ってるし、あの、まあ、ともかく専門家なんですよ、はい、ですから最初はもうどっかあの 山田さん の、 あの世界をどういうふうに山田さんが作るだろうかと思ってて、はいはい、いや本当にそれは僕は監督でいいんだろうかってちょっと思ったぐらいなんだけど、あ、そうです、向こうもね映像作家ですから、ね、うん、はい、なんだけど、これは篠原さんにやってほしいんだっていうのはどうかプロデューサーの方から僕はあの要望されたっていうか、これはやっぱりその山田さんの目線では書いてもらうけれども、うん、監督という仕事はまた違うんだと、うん、それはあのやはりその俳優がいて、まあ、犬はこう扱って、山田さんはある種そこのもう専門的なあの、まあ、方なんで、そこそこでもちろんあの、山田さんの世界で書いてもらうけれども、うん、映画としてはまたそれはそれで篠原哲夫という人が入って、はい、そこをやってほしいんだっていうことを、まあ、プロデューサーにはね最初のうち、まあ、要望としては言われたんで、はいはい、分かりましたと。でそれは、まあ、要するにその、うん、より別な人間が入ることによってちょっとある種のこう広がりというのかな、なんか客観性というのか、そういうことを持たしたいんだろうなっていうこともあったんだと思います。で僕は現にその、まあ、あのある種山田茜さんはいろんなこう業界のいろんな裏側も全部分かってることなんだけど、はい、まあ、逆に言うと僕は素人目線で入ってったんで、はい、本の中ではあの、まあ、途中一回ですね、あの実は山田さん書かれてから映画成立するまでやっぱり2年ぐらいかかってるんですよね。そんなにかかってるんですね、うん、その間にやっぱり一度うん、こういう方向とはまた違う要素はないでしょうか、はい、っていうことを言ったこともあったりして、はい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 、まあそういう変化はね途中でなんかあの繰り返しながら成立していったんですよ。だからすごいね、僕ね見ててね、うんうん、難しかったんだろうなと思ったのは、うんうん、その事実とドラマが違うじゃないですか、うんうん、で
事実関係とで実際に見せなきゃいけない部分っていうののバランスと、うん、それからその人間ドラマとして描かなきゃいけない、うん、その感情移入をさせなきゃいけないわけですから、うん、その辺映画として成立させる、エンターテインメントとして成立させるのに、すごい苦労されたんじゃないかなってすごく思ってたんですけど、まあそうかもしれないですけども、まあそこら辺はあまりね、獣医がいろんな仕事をして獣医がこう、うん、本当に動物のために生きてるっていうのはよく分かりましたが、うん、それは分かるんですけども、まあでもやっぱり一人の人間として、うん、まあもちろんそれだけではなくて、まあもちろんこの今映画になってるものは本当に動物対動物との関わりしかまあほぼないし、ただこの2人がやった人物はこう、まあ、命に対する解釈がね多少違ってるわけですね、はいはい、動物実験一匹も殺したくない、はい、いや時にはそういうことも必要で行政も変えてできるだけ変えていこうとする人が学生の時代からいろんな命に対する討議をまあ繰り返してやっていくっていう、だからそこにドラマの面白さがあって、うん、それに第三者のように加わってくるこうね、はい、彼がいることで、まあ、ちょっとそのできるだけこの2人の真面目な話に、うん、まあ、ちょっとこう茶化すような存在でいてほしいなと思って、はい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 、茶化すじゃないですけど、うん、存在としてこうなんか彼がいることでもっとユーモアですよね。例えばその、家族の話が出てきたり、でこっちはこっちでちょっと恋愛じゃないですけど多少 ね、多少ね、そういう要素も入ってきたりみたいな、そういうことでなんかいろいろと群像劇であるのと同時に、うんうん、まあ、青春の、まあ、なんていうのか、キラキラした青春じゃないですけども、なんかそれぞれがそれぞれの立場で、うん、まあまあ頑張ってるというかね、はい、なんかそういうふうな描き方に、まあ、なったかなと思ってるんですね、はいはい、いやいや、僕は見て素直に何でしょうね、そのそれぞれの方の立場それぞれ違うじゃないですか、まあ、研究職だったり、はい、あるいはそのね、その病院の、まあ、次期院長になるっていう立場だったりとかする若先生もいるんですよね。まあ、実際この秋田のね父親役っていうのは、はい、あんまりこう目立っていないんですけど、あれ本来は、うん、ああいう別に動物保護なんてすべきじゃないっていうのが、うん、獣医の大方の考え方で、はいはい、でそのそういう獣医に対して、いやそうじゃなくて、やっぱ戦うべきでしょうっていうことを、実はその今の台本に決定稿になる前のその途中段階ではね、はい、対獣医に対するこう反発の話だったんですよね、うんうんうん、でもそれだけだとやっぱり獣医界の中で重要だけど、うん、もうちょっとこう実際に起きてることをもう少しやっぱり入れた方がいいんじゃないかっていうことを、うん、まあちょっと言いましてね、はい、そのあたりから山田さんも、うん、まあ、台本の中にじゃあ実際多頭飼育っていう要素も入ってたんで、うん、多頭飼育の男をもう少し膨らますことで、はい、もうちょっと違うドラマ展開ができないかとかって、それで久米がね、久米っていうのは小谷幸寿さんがやった、はい、ペットショップのオーナーが、はい、だんだん崩壊していく中でも、はいはい、一応彼で、まあ、こだわってやってるけれども、ある意味僕リアルでしたけどね、あれすごい、うん、多分そうだと思いますね、すごいリアルだった妻が亡くなって、ね、まあ、自分はやんなきゃいけないんだけど、まあ、ちょっと半分自暴自棄になってるっていうような流れでね、はいはい、まあ、しかも、もう自分じゃ何もできないからって言って、そうそうそう、預けようとしたのにいなくなると寂しいっていうね、そうなんですよ、そっくりそのままそんなような人が、ね、実際いたんだっていうことは山田さんから聞いてますけどね、はい、そんなことはね、だからすっごいリアルやなと思いました、うん、まあそうだからそこを一応今回の中で言うと、まあストーリー上ね、その颯太が戦うべき相手っていうのを一つ用意したのはそこなんですね。でも結局戦わなかって、うんうん、要は寄り添っていくことで、うんうん、まあね、最後の変化につながるっていうね、うんうん、まあ、自分の方からそうですね、はい、歩み寄って、いやそうじゃないんじゃないかっていう、だからそれが彼の戦いでもあるっていうか、そうなんですよね、そうですね、面と向かって罵倒するんじゃなくて、そうなんですよ、やっぱりまず一つは、はい、ちゃんとやっぱそれはその人を変えるには、うん、自分が何か変えていく姿を見せていかなきゃいけないっていうか、はいはい、自分がこういうふうに関わるのが動物はこう関わるんじゃないですかっていうのことを提示することで、まあまあ、おじさんをこう徐々にこう改心させていくというか、はいはい、太田さんという人はおそらく多分そういう人なんですよね、はいはい、もちろん怒りもするし、なんか面と向かってそれ間違ってるよってなことは多分言うし、うん、まあ、実際こう
彼はその蛍幸次郎さんに対して、はい、なんかあのどうするんですかねってことをじわ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 とそれを言い続けていることによって、はい、まあ、変わってった、まあ、蛍さんも少しは見直して、うん、この若いやつに託してもいいかと、うん、まあ、最後は思うようになったというふうなオチはありますけども、そうですね、はい、確かに言われるようにね、面と向かって戦うんではなくて、うんうん、まあ、自分が何かを示すことで分かる。で、最後の最後に、まあ、みんないい犬ですと、みんな、おかしくはないんですと、ちゃんとやればみんなちゃんと生きていくんですみたいなことを、まあ、彼は弁を打つわけじゃないですか。はい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 、この辺が、まあ、見てる人にね、こうなんかその男のこの頑張りっていうことで伝わってくるといいなと思ってやってたんですね。いやいやいや、それはでもすごい成功してると思いますし、伝わるところはあるんじゃないかなと思いますね。でも僕ね、一番ね、実は一番身につまされたのは、うん、やっぱり殺処分のシーンが、僕も一応ね、本読んだりとか知ってたんですよ。で、初日2日目、で3日目でガス室っていうね、はいはいはい、流れがあって、はいはいはい、で映像ってあれリアルの映像ですか、作った映像ですか。あれね、いや、よく見ると殺処分はしてないですよ。ああ、でも要するにイメージなんですよ、はいはいはい、ソータのイメージで犬が徐々に追い込まれてガス室のような場所に入れられていくっていう様を、はい、そこだけ撮ったんですよ。はいはいはい、このだんだんこう狭くなっていくんですよね。はい、そこだけちょっと撮らさせてもらったっていうか、あれ YouTube で同じようなやつを見たことがあって。あ、そうですか。はい、実際に追い込まれていくんですよね、あれね。実際それで多分シュッと音がして、はいはい、まあ、ガスなんですね、はいはい、まあ、かつてね、緒方明監督が、はいはい、この街の中で上でっつったかな、なんかね、そういうタイトルの、はい、やっぱ動物愛護者の愛護センターの職員たちが日々そういうことにぶつかっているっていう様を描いたワオウのドラマがあるんですね。はいはいはい、でそれはまさにその殺処分をしている現実に対してそうではないだろうっていうことをアンチテーゼを述べている、はい、そういう作品だったんですよ。うんうんうん、だから、まあ、まさに自ら殺処分されてしまう、自分が犬になって殺処分されている妄想を抱いてしまうような、そういう役もあったりとか、はいはいはい、まあ、なかなかね、見応えが僕あってですね、はい、それはだから動物が、うん、実際愛護センターでこう追い込まれていく様も描いてましたから、まあこの映画の中ではその通りに撮らなくても、はい、なんかちょっとイメージとして、イメージとしてこんなことの現実があってはならないっていうところに至るようにこう、まあ、見えていくように作ったっていうかね、そんな感じだったと思います。逆になんかそれがリアルだったのかもしれないですね。リアルに感じたのかもしれないですね。その主人公の感じているものを一緒に感じたっていうことで、リアルに見えたんです。あともう一個はね、はい、あれですね、大学から逃げてきた最初の犬、ニコっていう、ね、そうそう、ニコリともしないからニコっていうね、うん、でニコが、うん、岩本さんとかが連れに来た時に絶対動かなかったです。そうですね、うん、あれはすごいなと思いました。あれがだから動物プロダクションのあれはねワンちゃんっていうことですね、うん、まあ、動物プロダクションのワンちゃんみんなそうなんですけどね、はい、この花子にしても、ね、はいはいはい、特にあの子は人嫌いなんです。僕らスタッフが近づいていっても、はい、これ逃げるんですよ。なるほど。で林くんがそういう状況の中でこう、まあ、何日もかけてニコニコって言ってこう、まあ、手なずけて、はい、だから彼 役としてはそうなんなきゃいけないじゃないですか、はいはい、他の人が捕まえようとするけど、はい、こうやって詰め立てるけど、はい、ソータには心開くっていう役だから、そうですね、はい、まあ、そこが面白くて、ソータはそんなようにこう自分がニコに関わってくれたんですよ、はい、それによってニコは本当に林健人君に心開いていった、その様がちょうど現れたんです。だからそれはまあ、ある意味こう動物プロダクションの人と僕ら演出部を含めて、はい、こんな方向でというところがうまく一致したところだったんですね。すごい、だからまあその、まあ、もちろんそのあの時のミックっていうんですけど、ミックっていう犬と、はい、林くんとのやっぱり関わりがね、そうさせたんだなと思って。だって中川くんが動かそうとしても絶対動かなかった、うん、そうなんですよね、うん、
それがもう林くんが言ったらグッと動いたっていう、あれは見事にそう見えたので、確かに前半のあ、まあ、映画の前半ほとんど頭10分の間に、うんうん、あのある種のつかみですよね。ですね。あそこがないと、はい、なかなか嘘だろってなっちゃいけないんで、そうなんですよ、ね、そうなんですよ。あれはすごいポイントだと、まあ、見ておいてあのそういうふうに感じてもらってとても嬉しく思います。あ、そうですか、はい、いやいや、まあ、ちょっともうそろそろ時間なんで、あ、そうなんですか、そろそろまとめに入りたいと思うんですけど、そのまあ、僕はあの正直言ってこの映画はやっぱたくさんの人に見てほしいなと思いますし、ぜひあのいろんな方にね、いろんなことを感じてほしいなと思うんですよね。あのそれぞれの立場があると思うんで、でもこれすごいなと思うのは押し付けじゃないので、うん、そうなんですよ、ね、でいかに押し付けないでいくのかっていうのをあの映画ってね、押し付けっちゃね、やっぱりそれはねあの難しいところで、はい、こういう映画が押し付けに行ってしまうと、はい、まあ、感動を押し付けるのと一緒なんですよ、僕は最初に否定して、はい、あの、あんまり好きじゃないって言って、はい、あのだからそうならないように、はい、だからギリギリのラインでこうしとどめるっていうことを何とかしたかったっていうのはあるんです、ね、だからうまいことその林くんのあのソータというキャラと、うん、キャラがグッと押していくんだけど、押すくせにあの押し切らないところもあるし、寄り添ったりのとかもするし、その優しさみたいなところを見せつつ、いろんな人がいろんなことを考えてるっていうのを見せてるから、ものすごくバランスよく作られてるなと思ってますね。はい、で、まあ、それは僕の感想なので、あのぜひ監督からあの見てらっしゃる方に、メッセージを最後に一言いただければ、はいはいはい、あの今はね、あの言っていただいたように、やっぱりなんかある種の、こういう映画を作るときに、やっぱりある程度の主張はするけれども、そこをやっぱりお客さんに押し付けるっていうことじゃなくて、やっぱ感じさせるっていうことが重要で、犬映画っていうことが下手すると、やっぱ人に感動をどうしてもこう呼び起こすような手法をあえて取るわけなんですけども、そうなってはやっぱりこう、まあちょっと映画の方向が違うかなって思って、やっぱりこう獣医たちの生き方が本当に伝わるように僕はまあそれを中心に撮ってったんで。あのかといってこうなければならないっていうことではなくて、考え方の違う2人がこうぶつけ合ってぶつかり合って、じゃあどっちを選んでいくのか、これはこれで2人とも正しいんだけど、やっぱりでもだから考え方が違うから別の名前に言うけど、お前がやってることは信じてるよっていうふうな、ある種のこう、まあ、友情ものでもあるんでね、まあ、ともかくこれはそういった意味でいろんな角度からあのいろんなことを言えるんですけども、多分まあ皆さん見ていただいた上でなんかね、まあ、映画を作っていく上で監督という立場が絶対的にこう何かを主張するっていうことはあまりやらない方がいいだろうっていうふうにこの作品では僕特に思っていたんで、この人たちのともかくなんか生き方を見てほしいと、うんまあ、いうこと、まあ、そこにプラスで動物たちもこういうふうに映っていくんだったら、まあ、なんか可愛らしいじゃないっていうふうに思えるような、まあ、作り方を目指したと、はいまあ、いうことであります、はいはい、ではあのいろんな見方があるので、ぜひいろんなことを感じにですね、この作品 で、ぜひあの劇場で見ていただければ、ね、劇場 で見てほしいなと思います、ね、はい、はい、ということで、篠原哲夫監督のインタビューでした、はい、どうもありがとうございました。